何願ってんだよ。はい、どうもこんにちは、ケンジです。これ声通るかな。本日なんですけども、台湾に来てます。どうも恥ずかしいですね。なぜ台湾に来るかと言いますと、見てください、こちらのね、建造物の中にね、あるイベントがね、行われています。スニーカーミュージアムですね。マジっすか。はい、ストック X がスポンサーなのかわからないですけども、すんごいお金をかけてね、スニーカーを展覧しているらしいので、それをね、撮るためだけに台湾に来ました。今回なんとね、アポイントが取れました。すごいね。ケンジさん、来てくださいみたいな、来てくださいとは言われてないけど、行きたいっつったらいいよって。ミュージアムだからさ、撮影普通無理やん。そうだよね、基本絶対無理だよね。でも俺は言ったんすよ、日本にね、こんだけ台湾でもカルチャーが広がってるということをね、もう皆さんに伝えたいというね、ことを口酸っぱく説得した結果、あなたの心意気惹かれましたよと。すげえじゃん。というわけで今回来ましたけど、でかないこれ。でかすぎ。これ何、これ多分あれですよ、台湾を守った英雄が祀られてるとかですよ。絶対絶対ふざけちゃいけねえじゃん。絶対ふざけちゃいけない。動画がでもふざけちゃいけない。マジでけえ。広大すぎる。このとこでは本当にスニーカーを置いてんのね。なんかないの、ね、これをモチーフにした限定スニーカーとかないんですかね。これはないです。ちょっとね、いろいろ見ていきたいと思いますよ、はい、それではね、行ってみましょう。これ今あれです、台湾の兵隊さんの歩くやつやってます。こうやって痛いな、痛いな。痛くないね、もう。ちょっとだけ聞いていい？何でしたね、いいかなくね。ここじゃなかったら俺結構辛いんだけど、これ登るの結構大変ですからね、これね。ミュージアム行きましょう、うん、やっと見つけましたよ。台湾はね、こういうオプショナルツアーみたいなのがあってですね、はいはい、1万円で大体全部回ってくれるから、そこでやった方が安いかもね。わ、あるあるある。ほらほらほら、白菜の石見に行ったことあるよ俺。何それ。でもみんなネットで調べて、白菜の石。俺ふざけてないから。タクシーの人が言ってたやつか。そう、白菜の石。さあ、私は顔パスでいけるのか。顔が見れる構造ではないね、これ。顔パスだったってこと？そう、首太いからさ。ああ。首で判断。首 OK だったの、うん、首 OK。細い人入れないから。マジで俺やばいじゃん。やばい。Thank you. Thank you. And inside you can take a picture and video, no flash light. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you.うわ、なんか関係者っぽいな。なんか私関係者なんで関係者なんで。こちらね、スニーカーのですね、名称じゃないですか。あ、名称。これ高彦くん、あなたね、うん、全然知らなすぎなんですよ。いや俺マジで多分答えられない。ちょちょ、番号だけで言って、俺ここ見ないで言うわ。分かった。5、うん、中端。うん、全然違えじゃん。トング、え、タンじゃん、タンで。あ、タン、タン。9。ここなのか、これなのか分かんない。だいぶ変わってくるよね。全然違うよ。コーラーって書いてあるよ。知ってんの俺、アッパーぐらいやで、これ。ここのことアッパーって言いますね。13、ここバンプスって言いますね。へぇ。14、これのことアングレットって言うんですね。なるほど。これチップって言いますもんね、これは。これから僕、アグレットって言います。アグレット。これ、シューレースのチップっつってやついたら、アグレットだけど。腹立つな、その感じ。言いますよ。スニーカー YouTube は大体ね、もうアウトソール、ミッドソールって言ってくれるんですよ、まあね、すごい。ちょっと待って待って待って。ここにも名前があるの。すごい。え、なにこれ、どういうこと。トップ10フットウェアプロデューサーバイ関東。中国から出身の人が 54%。 そのデザイナープロデューサーってあれ分かんないけど、でもアメリカ人一人もいないけど。やばない。やばない。これユナイテッドステイツ・アフォール・アグリフが 33% ですね。スニーカーの消費金額ですね、はいはい、こちら、はいはい、そうだね、これね。そして 33%、 はい、今ね、ここ見てください、皆さん、はい、日本人、お湯、お気に落としてるし、っていうやつ見てくださいね。はい、チャイナ、23%。 まあ、さすがに、大国ですわ、はいはいはい、あれ、ジャパンは、あった、いったいったいった。5%、意外と大きい。まあでも、そこも大きくない。全然大きくないね、うん。でも、イギリスと同じぐらいだから、なんかそう考えるとまあまあ確かに。インドが 4% ってのはやっぱり伸びしろまだまだあるなと思うよね、人口にしては。へぇ、こんなもんなんだ。意外とね、カナダとかも少ない。東南アジアとかもやっぱり所得が少ないからさ、はいはいはい、そういったところも関係しているのかな。でも日本は結構すごいね、うん、ランク外だと思うかもしれない。日本人の方は
マーケットバリューすごいねこれ。23年ここまでってことは、あと1、2、3、4年後まではそんなに伸びないってことですねこれ。確かに、ちょっと頭打つ。でもまあ右肩上がりでは出てくるかな。これ何ですか。歴代のエアフォースですね。おお。すごいじゃないですか、これ全歴代じゃないですか。こんな感じで全種類のエアフォースが写真として、すごいね。こんなに数多くあるんだね。すげえでけえ。全部何個あるんだ。すげえでけえってどういう意味これ。あ、見てください、日本代表の酒井ですよ。酒井ストック X トップ3だってこれは。へえ。そんな見てんの、すごいね。そんなことある。うわすげえ。なんかこれ初期初代みたいな、これアプリカみたいな感じじゃない。すげえ。プーマもある。プーマとアディダスが初代ですからね、もう。まあそうだよね。うわ、すごいよ、見てみて。ヒストリー・オブ・フライト・シカゴだって。フライト・シカゴシリーズ、2012年。あ、でもこれすごいですよ。僕よく言うじゃないですか。こういうサンプルのスニーカーとか、そういう市場に出ないようなサンプル品のスニーカーとかって全部メイドイン台湾ってこと覚えてます？あ、はいはいはい。これね、台湾って書いてあるんですよ、ちゃんと。ほら、本当だー。元祖はやっぱ台湾なんだ。その AJ4 はメイドインチャイナって書いてある。これすごいんじゃない。1985年のジョーダン1のこんな綺麗な部品があるなんてすごいですよ。これ、これはしびれるね。しびれるね。これ誰のコレクション品なんだろうね。なんかね、これストック X とかもそうだし、台湾の昔からのコレクターとかが持ってるらしいです、うん、スラムダンク。僕のお友達情報だと、はい、日本よりも海外の方がスラムダンクは人気だそうです。でもすごいみんな大好きなんじゃないこれ。おお、これは皆さん大好きでしょう。これとかも皆さん欲しいんじゃない。見て、あのもう額とかじゃないで、もう画鋲で止めちゃってんだよこれ。1994年のスニーカーだって。おお。昔からの人だとあーってなるんだけど、僕みたいににわかスニーカーヘッズだと分かんないようなものも結構ありますね、うん、エアマックスです。これは最近発売されたやつじゃない、復刻されたやつかな。復刻されたやつだね。あ、あ、あ、やば、やばいやばいやばい、やばい、モザイクかけないと。伝説のシルバーバレットです。まあ俺たちの中でも、まあ、ある意味伝説になってしまったスニーカーですが、すごいかっこいい。イエローグラデーすごいし。まあでもスニーカーのカルチャーって狭いよね。まだまだ狭いから伸びしろあると思うんですけどね。ジョーダンが多いねというか、うん、まあプーマンとかも。うわすげえ、カスタムスニーカーや。おお、プレストでしょだって、うん、すごいね。悟空や。悟空とイケアとイケアや。ほんまや、面白いね。面白いな。こういうのでいいよ、ナイキエアマグ。俺まだこれ持ってるんだけど。マジで。このサックスのやつ、これプレネになるかなと思ってプレネで買ったんだけどさ、うん、もうどこにあるか分からなくなっちゃった。なんでやねん。なんか封印したんだよね、どっかに。お、懐かしいですね。アトモスエアマックスサファリですね、うん、もう加水しそうですね。そうだね、本当に、うん、これもストック X がかき集める。これも俺見たことあるんだよな、これ。これ何？ナイキ .co.jp。 これなんかどこに見たことある。ストリートなスニーカーですね。てか状態いいね、このシュプリームとミヤカラのダンク、うん、10年前とさ、10年前のスニーカーよ、これ。昨日出ましたみたいな感じで、ね、すげえ綺麗、こんなことある。それに比べて、そこの奥のやつ、これナイキエスポエアフォース2、うん、どうだって、うん、カビてる。すごいカビてるよ。クリア素材だとやっぱどうしても厳しいのかね。かっこいいですよね、こちらも。2016年、最近ですね。あ、出た。いや、こういうね、ナイキのちゃんとしたコラボじゃないものでも展示してるところが、やっぱりそのスニーカーカルチャーを伝えようとしている気がありますよね。だいたいさ、こういうコラボものとかってコラボではないんだけど、勝手に作ったものって日本人はフェイクだフェイクだってすぐ言う人いるけど、なんかただのナイキ信者だなって思っちゃいますよね。でもカルチャーとかそういうのを伝えたいんだったら、立ち物でもそういったものでも、はいはいはい、一応人気になったものはピックアップするっていうのはやっぱり僕は正しいなと思います。これね、アディダスの NMD ですね。懐かしいね、これ。懐かしいね、これ。これね、昔高くついてたんですよ、はいはいはい。こんな紐なかったっけ？こんなだったっけ？で、こちらがですね、記憶に皆さん新しいんじゃないでしょうか。バージル・アブローのね、遺作ですね。僕これ持ってますよ、まだ。これよりも状態いいんじゃない、俺。へぇ。持ってんの。プレストも持ってるわ。そう、この2つがね、はいはいはい、同時販売されたんですよ。へぇ。で、これは僕、毎歳買えたんですけど、これが毎歳買えなかった。27歳。で、その時、当時十何万だったんですよ。これね、マジっすか。これ売らないで取っといたんですよ、うん、今25、6万しますよ、まあ、でもね、売りたくないよね。
そういうものに限って、まあうちのショップで欲しい方がいたら相談に乗ります。はい、記憶に新しいですね。新しすぎますね。ビトンとナイキのコラボのスニーカーですね。ちょっとなんかあんまり盛り上がらなかったかなって感じ。あ、そう。結局お金持ちの人しか手に入らないじゃん。まあ確かに。そうそう。まあそれはそれでいいんだけど、ヘッズを置いてっちゃったなっていう感じは。うわ、来たこれ。来た。キスとレブロンのコラボですね。これね、俺持ってますよ。これは持ってないな。こっちじゃないやつ俺は持ってます。これはね、ロニーファイグさんで書いてますね。見てください。ロニーファイグって漢字広告ですよ。ショーン・ウェザスプーンさんのコラボモデルもこちらあると。いいですね。これ俺見たことないな、これ。エアマックス90ロンドンだって。2019年発売。やっぱプレネとかで注目されてないスニーカーだと見落とすことも結構多いけど、こうやってなんかアーカイブみたいに残してくれるとすごいありがたいですよね。こちらもね、皆さん記憶に新しい、この。やっぱりね、G ドラゴンの作品っていうのはね、世界的にアジアのトップスターじゃないですか。そうだね。それがこうやってピックアップされて、いろんな海外にもこうやってバーって広がっていくっていうのは、やっぱすごい急ぐだと思いますよ。まあ、これの次のブーツみたいなやつはちょっとこけましたけども。こけたというよりは、斬新すぎたみたいなって、まだ俺たちが追いついてない。で、こちらね、ディオールですよ。はい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 、はい。これもね、ディオールとあっちのエアフォースのヴィトン。まあ、こっちの方がなんか盛り上がったかなっていう感じがする。まあ、まあベンシアガもあります ね。これも一世を風靡した。これ流行ったよね。流行ったね。めちゃめちゃ流行った。このダットスニーカーというかさ、重くてバカでかい。バレンシアガってやっぱりなんかどっかしら時代のところにさ、ちゃんとしっかりとトレンドとして残ってるっていうのはすごいなって俺思うわ。ここまで来ましたけど、僕、まあ、ニューバランス見てないですよね。すごいな。どれがすごいのかは分からない。分からん。でもこんなの見たことない ね。パンダみたい。これ9975、忍者だって、ね、忍者だって。これは忍者らしいよ。ニューバランスはやっぱり最近一気にドーンってライフスタイルのスニーカーとして注目されるようになったから、まだこういったアーカイブに残るような感じじゃないのかな。990とかそういったものはなんかね、記憶として残るんだと思うけど、1820年からあるの、これ。こうやって見るとさ、ナイキってまだ新しいな。マジでそうだよね。こっからスタートや、うん、そこら辺からそうだよね。だいたいここら辺からスタートだから、もう終わりかと思ったらまだまだありますね。なんだこれは。コンバースだぞ。1930年のコンバースだぞ。やば。1920年のコンバースだって。どっからこんなの出てきた。本当に残ってんのがすごいわ。偉大だね。わー、これすごいんじゃない。鬼塚タイガーですよ。はい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 、ナイキにパクられた伝説のスニーカーですね。鬼塚タイガーのこの作品が化けたのがこちらですね。1973年のもので、これとかいくらすんだろうね。もう値段つけようがないんじゃないですかね。PE モデルだって1997年。こんなに昔のスニーカーとかね。ニューバランスもあります。1982年だって。メイドイン US だって。でもまだまだ履けそうだよね。全然いけそうだね、これね。流行りましたよね。あ、ポンプフューリー流行ったわ。はい、というわけで行ってきました。いや、心地いいね、ここ。心地いい、ここ。2月とは思えない気温の高さね。日本では考えられない暖かさだし、春だね。4月のもう下旬ぐらいの陽気だよね。で、めちゃめちゃ花の匂いもいい。まあそれは関係ないんであれですけど、スニーカーミュージアム今回行ってきたじゃないですか。はい。いや、すごいね。なんかすごいねっていうのもちょっと簡単に済ませてるのもあんま良くないんで、はっきり言うと、ナイキだけにフォーカスしないで、いろんなスニーカーという一つの歴史をピックアップして、こういった感じでミュージアム化しているっていうのはこれあんま見たことないな。なんかそういうポップアップとかあるじゃないですか、はいはい、いろいろスニーカーのカルチャーって言っても、やっぱりそのスニーカーの本とかだったりさ、全部ナイキじゃないですか。まあ、ナイキもすごい偉大だし、ここまでのブームというか、ここまでのマーケットを広げたのはナイキだけども、背景にはいろんなブランドさんがいて、すべてのスニーカーの歴史を一つのミュージアムに詰め込んだっていう点が、僕はすごく良かったかなと思います。はいはい、
ハイプか何かっていうか、なんか歴史だよね。そうだね、歴史の教科書を見てきたみたいな。そう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 、スニーカー初心者ここ来れば中級者になれるみたいな感じの資料の厚さだったんで、3月の5日かな、3月5日かまでやっているので、ぜひ台湾に来ることがあったら立ち寄ってみてください。入場料は700円ぐらいかな。そうだね、細かい詳細とかも書いておくし、多分当日券もね買えるよね。うん、買える。なんか前日券を買わなくても当日券で行けるんで、台湾旅行行く際にはぜひ行ってみてくださいという感じでね、今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思って、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。